錆びた鉄や使い古された木、役目を終えた機械や自然にあるものなどを素材としています。一般的な方からしたらただのガラクタにしか見えないものでも、僕にとってはとても魅力的な素材になります。廃材イコール宝物だと思っています。サラリーマンを辞めて、いろんなものやいろんな人に出会って創作家として生活していく中で、発見したものや感じたことによって家具や生活雑貨、暮らし方も変わっていきました。さまざまな素材を組み合わせることによって、作品は新しい生き方を見出したように調和します。身につけるものや使うもの、僕が作った素朴な作品がその方の暮らしに溶け込んで、ふとした時に存在感を出した時、何かあって気づいてもらえたら嬉しいですね。楽しみながら味のあるものを使ったものづくりを僕はずっと続けていきたいと思います。